ドラドラ野球 TV です。今回は現在までのドラゴンズのシーズンオフの動きと今後の動きが完璧にわかる動画ですので、一緒に見ていきましょう。ドラドラ、まずは退団した選手から見ていきましょう。2023シーズンで現役引退を選んだのは堂上、福田、大野翔太、谷本の4選手。それぞれコーチ就任など進路が決定していますね。そして支配下で戦力外通告を受けたのは岡野投手、溝脇選手、伊藤浩介選手の3人。それぞれの今後の進路はまだ報道はありませんね。続いてシーズン開幕から来日しなかったジャリエル投手は契約解除。活躍を期待されたアキーノ選手、アルモンテ選手は今季限りとなりました。育成選手ではレビーラ選手が亡命によりメジャー入りを目指すとの報道。松田投手も戦力外通告を受け引退となりました。ということで退団選手をまとめるとこんな感じになります。レビーラ選手は正式には退団とはなっていませんが、亡命しているので退団が予想されますね。捕手は1名、その他のポジションは3名が支配下指名から退団となりました。続いて育成再契約選手について、支配下から育成での再契約となるのはこの5選手。福本選手以外は契約更改が完了しています。ということで退団選手、育成再契約を合計するとこのオフで15人の支配下枠の空きができたことになります。ちなみに1チームの支配下最大人数は70人。それでは逆に新たにドラゴンズに加入する選手を見ていきましょう。ドラドラ、ここからは注目の新加入選手です。まずは先月のドラフト会議で指名された選手から。投手はこちらの5投手が指名されました。即戦力の先発型が草加投手だけなのが個人的には気がかり。他には懸念点だった捕手、二遊間は既存選手たちと同年代を獲得するという予想外の獲得となりました。後ほど現在の年齢バランスを見ていきます。ドラフト以外のここまでの新加入選手は先日発表された中島、上林、山本の支配下3選手、そして元阪神の板山選手、キューバ人のクリスチャン・ロドリゲス選手とカルロス・モニエル選手の3人を育成で獲得となりました。ということでドラゴンズの11月25日現在の支配下枠は63人となりました。ここでキューバからの育成選手2人について少し見ていきたいと思います。まずはクリスチャン・ロドリゲス選手、情報がまだまだ少ないながらキューバのショートのプロスペクトと期待される21歳。今年のキューバリーグでの成績は波といった感じですが、出塁率が高いのは好印象ですね。大激戦の中日ショートで、もしもクリスチャンが支配下になれるくらい成長できたらこれはワクワクしますね。続いてカルロス・モニエル選手、外野と一塁が守れる22歳。今年のキューバリーグでの成績でも OPS894 と長打が魅力の右打ちスラッガー。将来的には日本で MVP が取れるような選手になりたいですという高い志も最高ですね。まずは2軍でバリバリ出場してほしいです。さあそれでは11月25日現在の年齢バランスを見ていきましょう。こちら細かくて見にくいと思いますが、全体のバランスを見てみましょう。スポーツ選手の平均的なピークと言われる28歳前後に投手はバランスよくいますが、野手はもう一世代下が多くいるのが現在の中日の特徴です。それでは拡大して見ていきましょう。まずは29歳以上から、赤が新加入、緑が育成選手です。野手は新加入の中島選手を除くと内野の年長がビシエド選手とかなりの若返りが図られていることがわかりますね。ただ主力級で外せない選手が外野含めて大島選手ぐらいしかいないのはやはり心もとない。ビシエド選手、周平選手の復活、カリステ選手の2年目の覚醒を期待したいです。また二遊間の1軍バックアップで山本選手を獲得できたのはとても心強いですね。若手二遊間をじっくり2軍で育成するためにも山本選手には1軍で完走してほしいです。逆に投手はこのゾーンに主力がかなり多く、まだまだ頑張ってもらわないといけません。かなり多いというよりほぼ主力。この顔ぶれに比べると28歳以下のゾーンにも核となる投手がもっと出てきてほしいというのが本音です。こちらは残りの28歳以下ゾーンです。二遊間の21歳から23歳ゾーンがすごいですね。ここだけでも実に7人の選手が集中。なんとしてでもこの世代から将来の二遊間が出てきてもらわないといけません。誰か飛び抜けてこいと願うばかり。あとは内野手、外野手とも高校生はこの2年獲得していないのですっぽり空いていますが、
今後は即戦力のカテゴリーを重視していくのか、来年以降のドラフト傾向が興味深いです。投手陣はバランスよくいるのですが、鈴木博士投手、上田投手を先発に回しても、2軍を回していく先発投手があと1枚欲しい感じです。次は今後の補強はどうなっていくのか見ていきましょう。獲得調査の現状を見ていきましょう。15日には、巨人から自由契約となった中田翔選手、そして西武から FA 宣言した山川選手への獲得調査を表明しました。ポジションの被る2人の同時獲得はさすがにないと思いますが、なんとかどちらかを獲得できないかというのがファンの気持ちではないでしょうか。現在の報道から情勢を探ると山川選手はソフトバンク優勢、一方中田選手に関しては調査報道は未だ中日だけ、そして巨人情報に定評のあるスポーツ報知記者さんも中日優勢と発言があり、期待が高まるばかり。巨人の保留者名簿から名前が外れる12月1日以降、中日ファンはネットニュースから目が離せませんね。あと大塚コーチが視察に出向いている新外国人候補は野手中心となりそうです。他球団を退団した外国人選手も同時に調査している模様。他の補強手段としては12月8日の現役ドラフト、トレード、戦力外からの獲得になりますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はここまでのドラゴンズのオフの動きを見てきました。オフの補強はドラフトなど前半戦が終了し、現在支配下63人、シーズン開始時には通常65人くらいでスタートとなるため、あと2人は選手が増えることになります。願わくは山川選手、中田選手が1枠埋めてほしいですね。他には新外国人野手が1人増え65人となるでしょうか。現役ドラフト、トレードでは基本選手が入れ替わるだけなので人数の増減はないでしょう。また現状のチーム年齢構成を見ますと、野手は25歳以下がほとんど。来年勝負と多く報道がありますが、本当の勝負はあと3年後ということをファンは認識しておいた方が良さそうです。そのポイントはやはり二遊間になりますね。そして今年のオフ支配下で空いた枠は15人、支配下枠の最大はチームで70人なので、実に 20% 以上の選手の入れ替えが起こることになります。改めてプロ野球の世界は華やかだけど厳しい世界だと感じました。それを覚悟で人生をかけ野球に取り組む選手たちに尊敬の念を抱かずにはいられません。子供たちの憧れの存在、プロ野球選手、柳投手の言葉を借りるなら当たり前でないプロ野球選手である今を思いっきり駆け抜けてほしいと願うばかり。今後もドラゴンズのドラフト候補、補強情報を追っていきます。今後も応援よろしくお願いいたします。気軽にコメントを残していってくださいね。最後までありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。